まあ、あの希望のエリアも、もう7年弱ですよね。ね、ずっと毎週金曜日、金曜日。でね、いまだに思い出すのが2014年の2月の14日、バレンタインデーだったんですよね。あの大雪が降った日があるんですよ。で、あの日もですね、やはり、この希望のエリアっていうのは、この雪の中、やってましたし、おそらくね、確かに、ね、その年の9月頃でしたかね、あの嵐が来て、さすがにね、その時はですね、あのこの希望のエリア、まあ、あの危険性もありますからね、一応中止の宣言をしたんですけれども、その中止の宣言した中、飛鳥さんとね、二郎さんはね、いたんですよ、ここに。でね、やはり間違って、あれは間違わなくて、確信犯的にですね、あの嵐に流れても来る人が いるといけないということでですね、ここでですね、ずっと来る人を待ってました。でね、案の定、あれ20人ぐらいでしたかね、結構ね、その中に、あの嵐の中にも、いらっしゃって、で、恐れ多くも、その時僕、写真係でですね、皆さんここにこう集まって、集合写真を撮らせてもらったことを覚えてます。何が言いたいかというとですね、本当に皆さんここ、今日こんなにたくさん集まったのも、あるいは毎週毎週ですね、この希望のエリアに集ったのも、飛鳥さん、それから二郎さん、それからスタッフの皆さんのですね、献身的な働きと、それから強い信念、それにですね、皆さん惹かれてきたんじゃないかなと思っています。本当にね、もう一つ、私、今ここで今日は出張でキャンドルをやってますけれども、私も向こうの方でずっとキャンドルやってるんです。で、このキャンドルなんでやってるのか、キャンドルなんかやったってね、原発止まるわけではないし、そんなに強い、なんて主張はないんですけれども、でもね、このキャンドルずっと見ていると、結局ね、その私たちが原発をなくしたい、あるいは戦争は嫌だ、子どもたちを守りたいっていうようなですね、その願いとか、夢とかっていうのは、やはり一番その願い、夢っていう根本にある祈りですかね、その祈りっていうのがベースにあって、それだから今後私たちが頑張り続けていずれ実現できると僕は考えてるんです。で、その点ね、その点飛鳥さんがすごいなと思うのは、今ここでもこれからコールあるんでしょうけれども、安倍晋三さん聞こえてますかね、僕らはね、ほら安倍はやめろなんて言いたくなるけれども、飛鳥さん絶対言わないですね。安倍晋安倍晋三さん聞こえてますか。結局ですね、相手をですね、罵倒したりなんかしたりして、怒りっていうのはあんまり長く続かないですよね。で、それでもやはり大きな夢を実現しようと思うと、やはりそのベースにですね、祈りであったり願いであったり、それからここにあるように希望っていうのがないと続かないと思うんです。敵は大きいです。だからこそやはり何、希望とか祈りとか願いっていうのをですね、私たち持ち続けて、今日で希望のエリアは一応終わりますけれども、ね、皆さんは引き続いてですね、やはり私たちの夢、希望であるですね、原発をなくすこと、戦争をなくすこと、で、子どもたちの命を守ることっていうことでですね、これからずっと邁進していってほしいと思いますし、皆さん邁進していくことを僕は確信してます。あまり長くなるとなんですんで、今日これで終わりますけれども、本当にね、飛鳥さん、二郎さん、それから希望のエリアのスタッフの皆さん、本当にお疲れ様でした。どうもありがとうございます。これからも灯し続けてくださいね、前田さん、ありがとうございます。神奈川の今日は、はい、神奈川からも参加してくださっています、ありがとうございます。